皆さんご無沙汰しております。旅そのチャンネルの旅その本人でございます。今回は JR 中央総武線が止まります。信濃町駅をね、紹介していこうかなと思います。この信濃町はね、JR 中央総武線のみがね、止まる駅でございます。お茶の水、四ツ谷方面に、四ツ谷駅。反対の新宿中野方面に千駄ヶ谷駅が、ございます。その間の駅ですね。ナンバリングは、JB かな ?JB13 だと思います。多分これ三鷹から数えて13番目かなと思いますね。まあ、中央総武の確定、各駅停車のみしか止まらない駅でございます。近くは特に何があるっていうわけでもないですけどね。まあね、そんな感じでございます。久しぶりの JR のね、位置紹介になるのかなと思いますね。結構そんな久しぶりじゃないか、代々木以来ですが、そんな感じですね。最近ね、JR の駅ね、最後は代々木ですが、それ以前はね、松江というね、謎な展開でございますが、位置紹介もね、久しぶりに感じやっております。神田駅からね、およそ 6.6 キロでございます。距離としてはそんな感じです。千葉からですと44キロということです。1名2000の駅です。1日の利用客数は19,297人、降車客も含めずですから、およそ乗降含め4万人ということですね。開業はね、1894年明治27年とのことです。一応ね、直営駅でございまして、お客様サポートコールシステムも導入されている駅です。また東京山手線内、東京都内の駅でございます。で、信濃町駅なんですが、歴史としては94年開業ということです。この時はね、神戸鉄道として、開業したんですが、1906年に神戸鉄道は国有化されまして、その後ね、1909年に中央東線、後に中央本線になりまして、実質今は中央線というようになりました。で、いろいろとね、スイカなどの IC カードも対応しておりますが、緑の窓口は2008年に廃止になっております。2020年よりホームドアが、使用開始しております。あとね、皆様ね、よく思うと思いますが、信濃町だから、これ長野県の駅ですかって思う方がいると思いますが、長野県の駅ではございません。もう一度言います。東京都の駅でございます。正式名称、住所を言いますと、東京都新宿区信濃町の34のことです。信濃町の、ね、由来というかね、そういうのはですと、江戸時代の幕臣、なんて言うんだっけな、長井直政という方がね、ここの場所に住んでおりました。で、この長井直政という方が信濃守護でございます。信濃守護は信濃の国です。信濃の国はベー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 ってやつのその国の信濃、信濃は信濃の国は、いわゆる現在長野県でございますが、その守護だったから信濃町です。
まあ、そこだけ長野県とね関係性があるぐらいですかね。それ以外はあと中央線がね長野県にね最終的につながってるよっていうね、そういう話もありますけどね。まあね、そんな信濃町ですね。で、周辺にはね国立競技場も近かったりします。まあそんぐらいですかね。特に何があるというわけでもないですけどね。まあそんな感じです。はい、まあ次多分ね映像かなと思います。ではどうぞ。皆さんご無沙汰しております。旅そのチャンネルの旅そのです。今回はね信濃町をね紹介していこうかと思います。信濃町駅のね外ですね。こんな感じでございます。駅舎がこんな感じの、感じでございますね。ここね一応信濃町ね、に駅にはアトウィアトウィ、信濃町信濃町アトレ信濃町がねあるということですね。まあ、駅ビル、まあ、そういうのもありますし、上もねなんかちょっとオフィス的なね、感じだったらしい感じですね。またね当駅ニューデイズとかねもあります。まあ、東京都心の駅ですね。まあ、近くにね、信濃町ちょっとね、Google マップでいろいろ調べますが、あ、すいません。何もないとか言って申し訳ございません。あの、近くにね、赤坂離宮がありますね。まあ、赤坂御所というのもありますし、はたまたね、明治神宮外苑軟式球技場。まあ、明治神宮のね、球技場もありますし、近くには国立競技場。ここまで行くとちょっと、あの、信濃町というよりも千駄ヶ谷の方が近いんですが、国立競技場もあったりします。あとね、一応ホテル等もね、そういうのもね、ちゃんとあります。まあ、ちょっと厳密に言うと国立競技場の方が近いかな。三井ガーデンホテル、で神宮外苑の森、プレミアっていうね、ホテルなんですね。これどういう系かな？三井系列の、まあ、ホテルであることは確かですが。どうなんだろう。お値段がね、およそね、5万円とかね、するらしいですね。6万とかね、結構いいホテルでございます。あとね、慶応義塾大学の信濃町キャンパスというのもありますし、慶応義塾大学病院もあります。結構ね、すごいね、いろいろと、あの、東京でもね、いい感じのところでございますね。まあ、そんなのがね、信濃町でございますね。まあ、多分ね、いつかまた、千駄ヶ谷の方もね、いつかね、紹介できたらいいなとは思ってますので、ね。一応、今回信濃町でございます。まあ、そういう感じですかね、信濃町。
まあ、信濃町ね、まあ、なんか昔は信濃町信濃町って呼んでますけど、正しく言う正しき言い方は信濃町です。これはね信濃町ですね、信濃町駅は千駄ヶ谷と三ツ矢の、ね、間の駅ですね。こちらがね新宿です。あのね、奥に見える変な形の建物、あれがね、横浜タワー、多分ね、新宿で一番目立ってる建物といってもね、過言ではないでしょうか。橋の下、どう分かった？このね、橋の下にね、JR 線が通っている感じです。駅中もね、ベックスコーヒーとかね、あるようです。はい、こちらがですね、1、2番乗り場、西2番線のね、方ですね、中央総武各、総武線各駅停車と書いてますね。1番乗り場がお茶の水秋葉原七葉方面、2番乗り場が新宿、三鷹千駄ヶ谷方面でございます。はい、こんな感じでございますね。駅はね、結構工事をリニューアルして結構綺麗な感じの内装でございます。まあ、中央総武線が止まる駅という感じですね。では次また映像に移ります。ではどうぞご覧ください。ではね、列車に乗りまして、このままね、どんどん東に向かう感じの風景です。一応映像はね、四ツ谷駅の方に集約しようかなと思います。左からね、追い越しに行ってますのは中央快速線の
列車ですね、オレンジの帯の列車です。黄色い帯が上総武線ですね。まあ、運行されますが四ツ谷で結局追いつくんですけどね、まあ、お隣の、ね、中央快速の、ね、次は四ツ谷に行く形です。まあ、今回はね、信濃町駅の、ね、紹介でございました。で次回はまた京急線の、ね、どこかの駅だと思うんですが、まあ、今回久しぶりのなんか JR の駅の紹介でございました。まあ、ボンボンボン、トントンとね、どっか別の駅に今後紹介すると思います。まあ、京急線もそうですし、まあ、他の各社ありますね。都営地下鉄とか、いろいろな会社ありますので、もしできたらね、いろんな会社、日本全国のね、駅、巡れたらいいなと思います。そのためにもね、皆様、チャンネル登録とか、よろしくお願いいたします。他の動画のご視聴もよろしくお願いいたします。私、現在の収入源ゼロの状態なんで、結構きつい状況でございますので、何卒チャンネル登録と高評価、あと並びに他の動画のご視聴、よろしくお願いいたします。四ツ谷駅に到着ですね。長い動画でございましたが、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお待ちをしております。では、さらば。